ららららら。はい、八方ヶ原登り始めてんでしょうかね。もうそろそろのはずです。八方ヶ原見えてきました。見えてきたというか、看板がね、県民の森っていうのがあるんだよね。さあ登りますよ。八方ヶ原ね、今登っているんですが、那須岳に続きまして、そのままね、八方ヶ原登り始めてます。だいたいね、今明日に書いてありますね、86キロほど走っています。はい、そしてね、だいぶいい感じで登り始めましたよ。はい、このね、八方ヶ原ですが、距離は、12.91 キロで、平均勾配が 7%、いい感じですね。この辺がね、結構緩い感じなのに、7% なんで結構急な勾配があると思われます。だいたいね、 10% 以上のところも結構たくさんあったと思います。そして、標高差 939m、 結構上がりますよ。そして、頂上のね、標高が1282、かなりね、高い山になりますね。この辺はね、こういう大きな山がドーンと立っているところがね、結構あるみたいですね。那須岳も結構ね、いきなりでかい山っていう感じはありましたけど。あー、景色いいぞ。はい、結構ね、この八方ヶ原は、景色がそんなに良くないんですよ。どちらかというとね、こう両側が木と草で、いっぱいになっていて、そんなに景色は良くないです。あー、やばい。あー、足がつってる。あ、この釣り方はやばい。よいしょ。はい、今ね、ふくらはぎが釣り始めたみたいです。けど、いける。ゆっくりだ、ゆっくり。釣ってる、釣ってる、釣ってるけど、ゆっくり。やばい、やばい、両方釣ってるよ。ふくらはぎの内側、左側はちょっと後ろ気味、けどまだ回せるレベル。はい、ふくらはぎ、釣るっていうかね、釣る寸前みたいな感じですね。なんでね、まあこのままね、ドリンク飲んで進んでいると良くなると思います。多分これで少し粘れば釣りは取れるはず。ドリンク減らそう。はい、ね、今ね、ドリンクをちょっとね、多めに飲んでます。で、ドリンクを飲んでしばらくするとね、大抵良くなること多いんですよね。森子のね、レースに出た時とかも、ちょっとね、途中で、あ、ふくらはぎが張り始めてるかな、ちょっとやばいかなとかいう感じになってくると、ドリンクをね、ちょっと多めにしたりとか、そうすると治ったりします。あー、治ってきたね。治ってきたみたいです。はい、これでね、めでたしめでたしで、またね、まあ元気よくとまでは言いませんけど、走り始めてます。今ね、もう90キロ走ってますね。結構ね、90キロのところでこの坂は結構辛いです。なんか
か前に看板も見えてきてる。ここね、意外とね車の通りが多いんですよね。今みたいに分かれ道があると、どっかに続いてるんですかね。ね、抜ける道があるところは、車が多いんでしょうか。で、途中からね車がすごい少なくなったりしてましたね。はい、この辺りももう木陰を走る感じ。ね、木陰はねいいんですよ結構。けどねすごいなんかねここねゴミ忘れられててすごいでしょ。あとね路面の方はねまあまあいい感じじゃないですかね。ちょっとね悪いところも部分的にはあるんですけど、全体的にまあ登る分には大丈夫かな。下りはねちょっと怖いところはちょっとありますね。ここからねちょっと勾配が急になります。やばい足が、あ、足つった、足つった、足つった。はい、今ねなんとか降りて、休憩っていうかねもう棒立ち状態、なんかね手振るってるんですよ。もう足を取りました。体もね震えてる感じ。ものすごいんですよ。もうねすごかったです。これ分かるでしょ、映像でガタガタ来てますよね。まあハーハーしてるっていうのもあるかもしれないですけど、なんかねこうもう立ってられないけど座れないみたいな。ちょうど90キロです。全然動けないです。棒立ち状態結構長いでしょう。もうねずっと棒立ちですね。手もなんかこう振ってますね。別に酔っ払ってるわけじゃないですよ、ね、昨日飲みすぎて手振ってますとかそういうんじゃないです。90キロ、自転車をねとりあえず倒せるぐらいまでの回復はしてきました。ちょっとぼちぼちこうねなんかロボットのように足を動かして歩いてます。でヘルメットを外してとりあえず起きます。初めて足がつって動けなくなるほど来ました。はい、ちょっと喋ってますけどね聞こえにくいですが、今カンカンです。もう今やばい、これね今ねここもうパンパンに張っちゃってます。今動かないんでしばらく放っときます。こんな感じ、思いっきり釣りました。転ばなかっただけすごかったなと思ったぐらい足が固まりましたね、一瞬にして。初めて、はい、今ね、途中なんだけど足を思いっきり釣りました。もうね転ぶと思いましたね。足釣った時全く動きませんでしたから、うわっやばいとか思って両足、ここ、太もも来ましたね。結構今日はね高めのギアでパワー上げ目の感じの走りで来てるんで、パワーでっていうかね踏む感じで走ってきてるから、ケーデンス上げずにね、なんで太もものところが振りました。初めてですよ。あ、釣りそうな感じになってるなっていうのが、最初ねふくらはぎのとこで、ふくらはぎってそんな釣ってもそれほどでもないんですけど、でそのまま走ってたら太ももがカーンときましたね。すごかったですね、ビビりました、車いなかったんでよかったんだなって思う感じの
すごかった。すごいすごい着方しましたね。ビシーって着ましたよ。はい、今ね登ってる途中です。登ってる途中なんですけど、なぜこんなところで止まっているかというと、両足の太ももが一気につりまして、もうね倒れるかと思いましたね。動かないんですよ、もう完全にやばいと思いましたね。やばかった。で慌てて止まって、なんとか足をついたんですけど、足つけたんですけど、このあと太もも両方ともパンパンになってんで全く動かないんですよ。びっくりした。それでしばらく立ったままになってて、そのうちこうよっこらってそーっと座ってやっと伸びたって感じですかね、太ももの筋肉が。あとねもうちょっとだと思うんですけど、あの地図上ね、だけどここでちょっと足つきをしてしまいましたね。最近ここ何年かで 初の足つきじゃないですかね。来たわ。もうねちょっとまだ歩けないですね。歩けないっていうか焦げないんじゃないかな、まだ。あのねそうそう、座ってこいでて、でダンシングに入ろうかなっていうところで、ちょうど何ですか、ダンシングに入ろうと思ってパッと立つじゃないですか。で立つ時のももの力で吸ったって感じ。立つ時にうってやったらもうそのまま固まっちゃいましたね。伸びた状態で、うわやばいと思って、もうそのままもう焦げないじゃないですか。でこの坂なんでどんどん速度落ちるんで、もう必死に左足外してで降りたって感じ。いや怖かった。速度は出てないけど、まあちょうどね車もいなかったし、ジタバタしてもね、ちょうど車来てなかったから良かったですけどね。で今少し休憩したところです。じゃあこれからね走っていきます。あと残り走るかな。はい、再びねスタートしました。スタートしたんですが、やっぱりね足太ももね結構来てるんで、かなりゆっくり上がってます。でね、ギア比の関係でゆっくり上がろうとするとね、ケーデンス下がっちゃうんで、意外とね楽じゃないです。はい、頑張るよ。気を失いそうになってくるわ。頑張るよ。はい、言い聞かせながら走ってます。あとね 1.8 キロで、頂上です。長かったね。八方ヶ原長いね。まさか足つるとは思わなかった。ねまさかとは言ったものの、ちょっとね怪しかったことは怪しかったんですよ途中。いろいろね喋りながら走ってますけど、なかなかね大変だったです。そして、ゴールでしょうか、あのね展望台みたいなやつが見えてきましたね。長かったです本当に。山頂、はい、山頂駐車場見えました。はい、到着です。はい、そしてなんかね八方ヶ原らしいところをちょっと探してね、奥の方まで来ましたけど、はい、なんかね八方ヶ原っていう、ね、看板が左の方に出てきたんで、そこに行こうとしています。はい、そこですね。
はい、ここで写真撮影です。はい、ね、笑ってますけどはい、これでね、写真撮影終わったらもう下りです。八方ヶ原降りてきます。途中でね、ご飯を食べました。なんかね、3キロぐらい下がったところにご飯食べるところがあったんで、そこで食べました。そして、宇都宮に向かって走ってます。はい、今ね、帰ってきました。帰ってきたというかね、到着しましたですね。別に帰ってきたわけじゃない。まあ、こう自分のとこの車があるからね、帰ってきたとついつい言ってしまいましたけど、147キロ走りました。はい、ね、山2つ、でかいのね、登ったんで、ちょっと来ましたね、今回は。疲れた。まあけどね、楽しかったです。これね、明日いろは坂行こうとしてんだけど、行けるかなって、ちょっとね、心配なのは膝が痛い。そこね、それだけです。はい、ではね、はい、これからここで、バイク、片付けます。荷物片付けます。はい、では、はい、今回はこれで終わろうと思います。今回はこれで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方、よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなのを配信しています。そしてチャンネル登録はこちらのボタン、よろしくお願いします。